ゴロゴロチキチキペッパーズナダルの反省を聞いてみよう。お願いします。どうした？したナダルそんないや,いやもういいんですか今というかはいまやっぱニシノがフレッシュと言いますから、ね。いやニシノも取ったのよ。取 <laughs> ってまあちょっといろいろあって <laughs>、はい、その日に取れなかったから、はい、また今日また別日ジナダル取らせてもらったけどはい、はい、どうした？<laughs> どうしたナダル？体調ちょっと良くなくちゃっね。<laughs> <laughs> ちょっとっ鼻血ちょっとティッシュ入れ替えたんですけどやっぱもう止まってるかなと思ったんですけど全然止まってなくて、はい、鼻血が出てる今止まんないのあ、はい、止まらないですね <laughs> でまあまあ言うてる前止まると思うんですけどちょっとごめんえ体大丈夫悪い大丈夫ちょっとこう元気ないのよ、はい、やっぱその <laughs> はい おっさんなんでも言うてもまあ四十かも四十です。で僕らのいく上ってことだよね。酒井さんとちょっとずっと喋ってますけど、ずっと病気の話。そんな奴ら反省聞くだと。もうだから春ーの本みたいなね、四十過ぎるとそういう話しかしながらね。いやマジでほんまにずっとします。それか子供の話。でも今さ、ま正直あの 体体調自は今大丈夫そうですね一応んかそのアトピーちょっと今バーって出ててほんでそれでちょっとんか皮膚の状態を見るっていうのでずっと足の甲をちょっと切ったんですよさっきで切ってさっき切って塗ったんですよでしんどいのって言われたから一応その話実は切って塗りましたって言ったら「え?」って言わはんねから。 一応僕それが一番今日マックスです。あの病気で気に言うと。全然まあ、そんなしんどないっす。暑いし、だるいなって感じ。かっこいい。暑いし、だるいなって感じ。お願いします。はい。かっこいい。はい、言うか、お前。えお願いします。じゃねえんだよ。嬉しいよ、ナディ。ナディ、僕ももう嬉しい。ごめんな、この間ちょっと。言や、ごめんね、ちょっとね。ええ、よかったです。ほんまに。S. N. S. では、言ってますけど、あの。 奥さんが粗品のライブで倒れてしまってナダルの反省を取ろうとしたけどそこで YouTube だったんでちょっと僕駆けつけますってことででもその時もさちょっと裏話なんだけどちょっとひどいけどナダルがプロなのかそれとものゲスなのかよく分かんないんだけど亮ちゃんがさやっぱ嫁さんがっつって「ちょっと今粗品のライブ倒れたみたいで救急車運ばれたんだよ」って来たじゃん。その瞬間にどうするみたいな にしろと俺で「どうしようかここ YouTube」みたいな「金野さんでもりょうちゃんが金ちゃん一人だけでもいいからやりなよ」まあねって,って「うん、いやでも俺一人じゃなぁちょっと別に意味ないしなぁ」っつったら「大変そうっすね」みたいなナダルが「金野 <laughs> さんじゃんはちょっともうなんかあれっすね」みたいな「一人っていうかはい」帰ります帰りましょうかみんなではい」ってだから急に言いだして「でえってなって「いやでもまあ別にいいんだけど」 さすがにちょっとこの状況というか、まあ、整理してちょっと帰りたいなと思ってるんだよねみたいな「いや,いや帰りましょう」みたいな「俺もちょっとあし早いんで帰りましょう <laughs> マジで」はい、っつって時間の無駄なんでマジで時間の無駄とは言ってないですけど急に急にねなんか「金さんももういらないですよ帰りましょうよ」みたいな、うん、で西野と俺はポカンとしてるわけで、うん、ど,どういうことみたいな変なテンションうわってなってるなって思うか、ん、もういいでしょこれもう,もう無駄なんですよ時間が「はいじゃあもう帰りますはいじゃあね」つって。 そう帰ってたで西野の俺が「えナダルさちょっとえ頭ほんとやばい」みたいな <laughs> これさ別に先輩に対してとかじゃなくて急に先輩のさ奥さんがさあんなさ倒れたってなってね帰ってく時に「で、坂さん大丈夫なんすかね?」とか心配もなく、うん、なんか「帰りましょう」みたいな「元、うん、からちょっと明日早くてもう帰りたかったんですよ」みたいなこう言い出して「ちょっと西野ちょっとさあいつえやばいえあれほんと本気で言ってる?」みたいな。 で、西野が、いや、ぶっちゃけ僕も今ビビってますよあ<ー>でもたまにああいうことマジであるんで、怖いんすよね、みたいなこと言ってしたし<ー>そしたら、なんか西野がパッて電話、なんか取り出して、「あい、もしもし?」みたいなおん、うん、みたいな、ああ早く帰ってきて、みたいなパッて言って、そしたらナダルがああって帰ってきて、うんうん、すいません、ドッキリだと思ってました <laughs> <laughs> ええナダルちょっとアンテナ張りすぎじゃない <laughs> あのねなんかそ基本的にはもうやっぱ全部引っかかっちゃうんですよ、なんかあの同じようなドッキリでも何回も引っかかるんですけどその週、もまたドッキリ取られてて鬼越さんと久々にまた何回もやってるじゃないですか1回も全部トークとかやからあれと思マイクつけっぱなしやしその奥さん、その倒れへんやろと思 粗品のライブとかも全部これ見に行くと思って行くわけないやん粗品のライブね音楽ライブでしょちょうどナダルの反省が始まる前にちょうどよくちょうどよくねみんなマイクつけてる状態で普通にそれ心配でしたけどこれ普通に心配してもおもんないなと思ってでその瞬間によかったと思って西野とナダルの人の心あったんだよよかったよかったねあドッキリだと思ってたのにすいません本当に勘違いして 入れちゃいましたでもその瞬間にやっぱプロだなとも思ったわけあんなねう、まあ、ちゃんの俺顔見てそんなのドッキリじゃないとわ分かるから俺はね<ー>でガチじゃんあんなまあ私は嘘つけないですから、ね、そうで俺本当にはあ心配してるのにナダル先輩のね嫁さんが運ばれたって聞いてこの態度を取るようなやつだったと思ってじゃショックだったのあ<ー>俺も正直俺帰りますよみたいなもう足も早いんではいみた、はいな。 だまあまあまあなんかドッキリかなと思ってあのリアクションしたんですけどまあ歩いてる時にねふと「これ誰が笑うんやろ?」と思いながら歩いてはいましたけどね <laughs>「ああお疲れっしたおなか減ります!」「はいお疲れっした」とうやって言ってまあやったとして <laughs>、えー。

思思うんんですけどやっぱ自分ももやっっっぱちょとと変かもしれとは思ってますなんか最近なんかまともかなと思ってたんですけど、うん、やっぱそのなですかねなんかこの前もなんか草刈りなんか僕地元に旅行行ったんですけど、うん、その時に草刈りしてる漁協の人一緒に釣り行ったりする人がなんかその、うん、結婚式の動画弟結婚するから動画撮ってほしい、うん、あ全然いいっすよ撮りますよ」っつってでそんでガム噛んでたんですよ。うん、で「あほなちょっとこれガム失礼なのよ」ピッてその中。 草刈りしてるところにガム捨ててあとありんの <laughs> お前とか、えー、なるってんでそんなんすんねんとか言って「草買ったばっかりやん!」とか言って「あっこれ気にしてなかった」と拾ったんですから別に草刈りとかじゃなくて、ね、そ <laughs> ガムすればダメよ、ね、外に捨てちゃダメよ、うん、なんかもう最近よくなくてほんまにそれはちょっとやばい、ね、で,でももうそれはすぐ動画撮ってあげようっていう行為があってのそうあんまそうそうそうかけてなかったの生か,かな結婚式の V 撮とのにガム噛みながら「おいます」 失礼やな、うん、で草っかりしたところにピッて入ってお願いします。何も考えてなかったね本当にいいと思ってたでしょ。でもまだいいだりょうちゃんはあのなだり比べたらまだいいかもしれないね。<ー>その舞台で出る前にずっと我慢してるの。りょうん、ちゃんはっもう我慢してるやつ。あごめんってって。 飲み込んでって優しいそれが3年前ぐらいだからいまだにガム噛むのっつってもう飲んでないそれ以来それは焦ってたから焦ってたのは舞台行かないあそれが一つのことしかできない人間っているからだからその時にこいつと組んでよかったなと思っていまだにやっぱ少年の心をまだちょっとナダルなエピソードで種類が違う種類が違うけどね でも、失礼で、まあ、これナチュラルの失礼で、別にキャラでやってるわけじゃないもんね。まあ、でも、はい、最近なんかもうわからないです、年とか疲れとかから、わ、かもしれないですけど、はい、なんかイラつくことはめっちゃ多いですよ、うん、なんか。あうん、今もうイラついてるし、ちょっと。昨日、昨日もなんかちょっと、なんか作家さんと軽く揉めて始まった,たえ。何揉め。なんかもう、その汗の結婚祝いみたいなのがあって、本当に僕、汗に、あの。 衆議ずっと一緒やったから祝儀、うん、渡すのもちょっと味気ないから「うん、お前の好きな釣り具一緒に釣り具屋行って選んで買ったるわ」っつってああいいじゃん、うん、素敵じゃんそんなええかな思って行ったら「うん」みたいな感じだったんで「でどうする?」っつってほんなら「お前そんな微妙な感じだったら何したい?」って言ったら「ナダルさんと一緒に旅行行きたいっす」って言ってきて可愛いいかわいから、ね、2泊3日で汗と。うん あととちちょっと辞めちゃっめゃたんですけど、ポートトワシンの芸人お疲れさんということではい、はい、その2人連れて旅行行ったんですけど、うん、でもずっと釣りしたいっていうからメシとかもうまいとこ食いに行こうやってたけどいやメシより釣りずっとしたいですねみたいな感じで言ってて、うん、ほんでそしたらその作家さんが「いやメシ連れてったれようまいメシ」みたいないやだそ「釣り行きたい」って言ってたんで「うん、いやでもそれでもメシはうまいとこ連れてったのと」みたいな「うん、いや,いやあのだからあの釣りしたいって言ってるから」 いやメッシはそれ絶対行った方がやん黙れやみたいな。いいやねんって。あんけやれんやろがいって。なって思っとなてああ。何やねん、なやってもなや自分でやれや。女は。つって。年 <laughs> 上の作家から。そ誰誰,誰,誰白田さんです。白田さん。で俺らは知らないけど。無限ない。<laughs> <laughs> あ最近、ピリピリしてるところね,ね。なんかあるかもしれないですよね。 さっき酒井さんとちょっと話してたんですけど、うんうん、何してもわからなくなってくるというかね仕事があ、うん、まあね、はい、その芸能界っていうね、うん、皆さんが楽しいのかなって思うじゃない、うん、まあそんな思ってない人もいると思うけど分かって、はい、まあ本当に楽しくないよなって話をしていいちょっとやめてそんな話 立ってきた裏でだけしゃうどなんかこの表でさそんなかツくなって不安だしていうまあまあな女遊びもできなけりゃみんな思ってるんじゃないです芸能界に対して今不満よあ確かに金持ちになろうと思ったらもっと違う仕事した方がいいもん確かに正直ねあとクズっていう割にはめっちゃ働いてるしみたいな確かにこんだけ働いてる時点でクズではない働いて税金も納めた上でクズって言われて不安も取れないじゃん ローンも通らなければ保険も入れないし人間としては扱われてない割には税金払ってるなめっちゃ一番払ってるしねこっちが笑いづらいってそんなほんで子供手当とかもらえへんかったりするしよ子供手当もらえないよな意味分から払んたつけはい金払ってんのにあれある程度一定のんか収入いくと子供手当出ないのよでも俺らってゼロだった時は長いじゃない ね水商売だから確かにねあれだ鳴らしてほしいよね過去10年間でさその急にガッってさ稼げるになった時もさここでめっちゃ税金取られるわけじゃんそれをさ全部こう10年分長ななんか鳴らしてほしい確かに来年の税金とかえぐかったもんねいき稼いだ時のそうそうそうごめんハンス行こうごめんなさいドッキリかと思ったえドッキリかと思ったまたドッキリかと思った だから今回はちょっと一応反省ということでまあ種類はしっかり聞いたんだけど2種結構カリカリになってる状態たんでフィジー行く前のカリカリの状態で今もう食べれるのかなもう食べてますねでもなんかやっぱ毎回なんかもう甘いものとか食ってるなんかあのレオンの薬飲んだ時のみたいだった。 だから、マイク先生によって細胞が吸収しみるというか細胞がかみしみてるあんまり令和で見れへんというか戦後みたいな出所飯みたいなことね出所してからの食口目みたいないや、大変ですね、ほんまに。もううそれでとさ そのナダルは、と、地元は。地元は京都です。ね京都。は京都で結構、まあ、帰ってるかもしてるよね。ああ、それこそ、ナセート旅行は京都でしたね。自分の地元です。地元のホテルに泊まって、で、釣りずっとしてみたいな。たまに最近京都ロケ行く。んだけあ、ほんまですか。京都って言ってもさ、その。どこら辺なんです京都の、でも、ほんま、その市内とかじゃなくて、一番南の。 南山城の国一揆とか知らないですかんかその一揆がめっちゃ起こった場所みたいな歴史で言うとね分かんないけどその和歌山との県境えっとね県境ってあの滋賀と三重と奈良に接してるみたいなあ滋賀と三重と奈良の県境の村なんです京都で唯一のなていうの 高とかさ忍者の近近いい。ままああそれより伊賀が隣で甲賀もまあ行ける距離というか車で<ー>はい。 結構田舎じゃん。めっちゃ田舎ですね。結構山だよね。めっちゃ山です。で、雪とかも積もりますし、イノシシとかシカとか最近クマとかめっちゃ出るし。あ、いや京都って言うけど俺らが想像する京都ではない。もう全然ちゃいますね。めっちゃ田舎ですね。だから京都の人もさ、あそこのさ地図でさ京都駅やってこのしっかり嵐山とかガッてあるじゃん。あそこ以外のところ京都って呼ばないっていうもんね。その市内で。それ一番今ひどいこと言ってるぞ。いやいやみんなこれ京都の人聞いたの。ああ。そしたら京都の人はあそこ 自分で京都のことこんなことあんまり言いたないですけどんか京都のやつはそうだからんかそのんか京都と認めへんみたいなこと言うほらほなどうか言うてみろって感じ奈良とか言うてくるっていう奈良でもええけど。 お前ら京都じゃないみたいな。そうみたいな。そこの言ったら、その都心部じゃなくて、ちょっともう外れて田舎で。めちゃめちゃ田舎でしたね。はい。で山山男というか。山男でした。ほんまに。なんだ山男。山男というか山男でしたほんまに山男山男と山男でした違う。ごめんな適当に喋っちゃったんですけど、すみません。はい。 でもほんまにもそんなことばっか山で遊ぶとか川で魚取るとかそんなばっかしてましたそういうの好きで京都出身だけど自然で育ってそうそうだから京都市内に行くより奈良とか三重とか行くほが近かったんでコンビニとかも近くにない村にないんで一個もだから三重まで行ってましたねコンビニとかコンビニ買いスーパーとかもいや車です車でそんなもん本当にコンビニもないんだうですね。県またかんとあかんというかテレビとかちゃんと見れるの そうテレビは全全然然そういう環境とか全然大丈夫でしたそのテレビは普通に12ちゃんぐらい全部映ってましたしああ<ー>、うん、でももう夜6時ぐらいになったらもう、ま、家の周りって真っ暗あでも街灯がポツポツあったり家の光があるというかうん、うん、だからまあ見えんことはないで。でもなんか月の光でめっちゃ照らされたりとか満月の日とかうわでも結構 <laughs> 結構田舎だよなあじゃあ俺は長野出身だけど俺が住んでる長野の とこよりも田舎だともしかしたらめっちゃ田舎かもん井さんのとこよりえぐいかもしれないそれちょっとあだ。俺のとこより田舎だ全然田舎あというかもう緑しかないじゃんほんまにもうほんまにもうめっちゃ村なんだあ村だね人口今3,000切ったんちゃうかなあそうそんなとこで生まれたんだナダルってまあ生まれたのは山形ですけど山形で生まれて京都でこうしておやじさんとかって何しての仕事 工場でずっと働いてたんですけど<う>なんかあの石鹸作ってて<う>それから何かあんま流通せへん石鹸というか,、うん、なんか業務用みたいな,なんかう、うん、こういうなんかなこれぐらいの長さで<う>六角柱なんですよ青い真っ青の、うん、六角柱の,六角柱の石鹸でこれぐらいの太さで。 を作ってるんですけど、それで俺上靴洗わないとダメやったんですけど、なんかその業務用やから泡立たないですよ、一切。泣きながら磨いてたから。いや、泡立てないじゃん。汚れ取れないじゃん。子供って。やっぱ泡立てないから嬉しいじゃないですか。泡どっとりこだだけ全然泡立たいんから泣きながら。綺麗にはなってんですけど、喜び少なかったです。 これはおとんが作ってんのあってショックやったとか幼こ心にちょっと思ってたの泡立たへんから俺のおとんのせっけずっとそうですねんか工場勤務というかせっ作った山形行った時もその仕事山形からあのひと山あてにじゃないですけどで奈良関西出てきたみたいなあで奈良でお父さんもお母さんも 関西の人ではないんだじゃよ。おとんも山形で、おかんも山形です。あ、おとんが米沢っていうところで、ほんで、ほんで、おかんが高畑っていうところですね。はい。じゃ、あがっつり関西弁だけど、山形の血が入ってます。そうですね。だから、僕関西弁であるはあるんですけど。お二人からはあんま分かんないかもしれないですけど、なんか、僕、あんま関西弁っぽくないなって言われたりするというか。はい。がっつりは違う。がっつりじゃない。おとんどおかんない。ズーズー弁なんで。ああ。 じゃ、東北の人間なんだね。そうですね。はい。あれ、兄弟いたっけ?。今、す、こ、三人です。あれ、そんないたっけ?。僕と弟妹。あ、そう。冗談なんだ。そうです。はい。うわ、その感じでも、こんなに仲いいけど、あんま知らなかった。はい。あんま話さないよね、兄弟のこと。まあ、そうですね。まあ、喋っても、なんか別に笑えるとこ一個もないというか。はい。ドライだな、お前は。え、じゃ、あ別に仲はいいでしょ仲いいですよ、全然。家族仲はいいんだよ。家族仲はいい。だから、僕。 びっくりしました坂井さんの結婚式でなんかお互い全員揃ってない坂 <laughs> 井さんの方もやし、ええ、あの奥さ,奥さんの方も揃ってない,てい、うん、家族の血因がいるってね当日 <laughs> あんなことはナダ<う>る家ではありえないもうびっくりしましたほんまに <laughs>、ええ、マジでこう あこんなことほんまあんねやと思ってるまあまあまあねだから今幸せそうでほんま良かったよ坂井さありがとうございます特殊なじゃそれに比べたら本当にみんな家族仲いいけどそうですねでもなぜだろさまあちょこちょこ多分話してるけどさ学生時代ちょっといじめられたみたいなそうですねはいそれ小学校の頃いや小学校の時はみんな仲良かったですけど中学校ですねなんで中中学校で急に急にでも小学校中学校ってその村ってことでめっちゃ少ないんじゃないそうめっちゃ少ないですでもなんかあの小学校がそのまま上がってきた校らもおるし他の学校からいっぱい来るんですよ。 村に5個ぐらい小学校あったんで一つの中学校に来るみたいな隣の町の子とかも来たり何がきっかけでそうなったの女子だけですけどね女子もどんな感じ俺らも全く違う俺らも女子に「臭い」っつっていじめジして臭いし清いさんもそうかそうだよ俺は投稿して俺女子にシャーペン刺されたことあるもんここにまだ芯が残ってるけど笑いづらいの笑いいづらけどねそういうのもあったしそう

あのキンコンカンコンってなって座ってて、うん、ずっと「じゃテストもうめっちゃ覚えてきたから書くぞ」って言ってたら何か一人女子が女の子がちょっと廊下で「ちょっと待って先生まだ覚えられてないね」みたいななんかやっとって、うん、ほんで先生が「もうチャイムだったから入りなさいっ」っちょっと待ってほんまあと5分だけ待って」とか言って「いやだからもうみんなついてるからなんだ,だか待たしてんだよ」みたいなずっとイライラしてて「何やんこいつ」って。で、うん 最後に、分かったほんであと一分だけで言えは。あんたもいい感じしなさいって先生が言った時、に僕が。おい。つって入れよ、お前、ポケ。みたいな。何、そんな、お前。お前のせいで、めっちゃ待ってるやんけ、けみんな。まあね。ほんで。あの、みんな一緒やね、免許じゃん、出てきたら、ほんで、とんでもないやろう、お前のせいで。みたいなこと、ばあいうたんですよ。ほんなら。<laughs> その女子が。いきなり。固まって、僕の方を見て。持ってた教科書を。 床にバーンってたきつけてなんかその鉄筋やったかなんか知らんけど爆発見てたみたいな音だったんですよバーンって音なってその教科書を叩きつけてでここまで僕のこの辺まで今入ろうと思っとったんじゃ」っつってでつけガーンってやってそっち不思議なき戦い」みたいなめっちゃ怖いじゃん女子それ結構クラスのメインとまね。一軍のうんでリーダー女子だよねこれ俺悪いんかな って思いながらでもその爆発音と机蹴った感じとここまで顔近づけて今入ろうと思っとったんじゃうって言われてなんか僕悪かったかもしれないと思,思っちゃって、うん、でそっか次の日から僕が廊下歩いたら道バーって開けるとかで手あげたらみんな下ろすとか <laughs> で,そのであ当たったら「空上がるやろ」と聞こえてくるとかで外れた外れたでなんであげてとかそれ女子全員女子。 えそ,のその女子ってやっぱもう権力握ってたのやっぱそ,の、えーまあ、そうですね、まあ、メインキャラというかで、まあ、小さいとこやったんでまあそんなんがあってみたいな感じです、ね、それでいじめられてで、うん、なんでも長かったんですよどれぐらいえなんか3年の2学期ぐらいえまで でなんか僕も僕でプライドあったんでなんかその、負けたくないじゃないですかっずっと嫌われてましたね。とか助けてくれ分からんよね。黒板とかもにブワッて僕の悪口書くとかうわー、うんでまあ、それもあってでなんかその一回なんか、騎士改正じゃないですけど、うん、なんかその、運動とかも別に得意でもなかったんで、うん、なんか、百人一首大会っていうのが1年のなんか。 えー、冬休み明けになんかあって、うん、そこで爪痕残したらなんかあのー、挽回できるんじゃないかっていうの、ん、で<ふ>頑張れましてそうそう,そうんで百人一首のセット買ってカルタ買ってもらってでおかんとめっちゃ練習してでマジでちょっと言われたら全部下の句出てくるまで覚えたんですすごいなほんでこれで優勝したらなんか変わるかもしれないと思って、うん、で,で始まったらなんかその。 全員でやるんじゃなくて3人男子3人女子3人みたいなでこうやってみんなで分かれて勝負するみたいな、うん、でまずあの僕優勝する気満ま,までやったんですけど、うん、そこ本人におった女子が「一緒やんもう」みたいな「こいつと一緒がや」とかって言われて、うん、もうめっちゃ気まずいみたいなただまあもう僕も優勝したらんか変わると思ってるそういう雑念はもう捨てて「百鬼一首」のなんか始まったんですねん,んとかのじゃパーンってめっちゃ取るみたいなほんで ずっとほんま途中まで圧倒的一位という,うこれだいぶすごいぞってこのまま勝てるぞみたいな感じだったんですけどなんとかのって僕がパーンって取ろうとしたらった僕が取ったらなんかその女子がちょっと遅れてちょこんと触ってそしたらなんかあっと思ったんですけど僕さっき取ったしなと思ったんですけど触った方が「イはー!」みたいな。 だって肩感響いてどうしたどうしたとか言って先生集まってきて、悲 <laughs> 観にあったかのような感じなのかな。先生集まってきてどうしたどうしたどう言っていや、いやいや過酷みたいな感じででででで先生がどうした何があったとか言って。 何した?」とかって僕言われて「僕何もしてませんと」と、うん「何もしてなかった」「こんなんならへんやろ」か「いやほんま僕何もしてません」うん「ええから来い」とかって僕引きずらあっあっあつ先生僕何もしてません」とか <laughs> 悲しきモンスターすぎるって、うん、もうこれでなんかその変な部屋閉じ込められて <laughs> <laughs> 閉じ込めいやモンスターや何したみたいな <laughs> 何もしてない僕が撮った時に「じゃああんななれへんやろ」ってで「ほんまなんです」みたいな、うん、でなんか よよ話聞いたらちょっとこう接触があったっていうだけなので先生も「まあ、なんでこんな泣いてんねわけのわから、うん」みたいな。で僕ももう熱,熱かったしでなんかその <laughs> めっちゃ、ね「ハ <laughs> とか言ってるしでちょっと動揺してもうてだなんかで,でもとにかく優勝したらなんか変わるっていう気持ちだけでちょっと <laughs> 間違いの性格こそ。<laughs> <laughs> とにかく変えるってつもりで帰省のつもりで始めようと思ったら「うん、じゃあ始めんで」って言ったらそのもう一つない <laughs> って泣いてる横の女子が僕のことめっちゃ睨んでるんですよ。うん、でトントンってしながら <laughs> そ,そいつの耳元で僕にギリ聞こえるぐらいの声で「あとでせっけね寝てやらっときゃ。<laughs> <laughs> って言われて僕それがぐさって育ってそこから下の句一個までも出てくる。<laughs> <laughs> <laughs> これ笑っちゃいけないんだけど笑っちゃいけないんだけどんか笑っちゃうやっぱもう心にガサッてきたから嘘勝まさかのそっから怖さとかもやっぱそれまで悔しさとかで歯向かってたとか反骨精神んですでもな完全に折られた感じしましたねそこで完全にそれ女子だけなの男子とかは男子も仲いいかだんだん男子も女子と仲良くなってするんでそっからんか そいつらと絡んでもどうやねんみたいなあったりしましたけど。で、もう中学の時は結構地獄だったというか。<laughs> まあそうですね。中、まあ高校の時も結構やっぱ中学校の空れって暗くなったのめっちゃ。ああ。中高結構暗かったです、ね、高校も？高校も暗かった。です高校はちゃんとしたあの勉強的にはどうだったの？勉強は結構進学クラスやったんで。あそうなの。で、友達もなんか地元でずっと一緒におった友達もヤンキーとかになったりして、うん、仲良い,い友達も減ったりして、元気はなくなってきました。うん、どんどん。はい。 <laughs> で高校進学校にまた行くんだ行って、まあ、女子もいるんですけど女子も基本喋られへんというか<ー>怖さもあったんでて、うん、ほんで唯一喋れる女子がなんかその男みたいな女子しか無理という<ー>いつもなんかその学校行くまではサッカー全力ダッシュして、うん、汗だくの汗だくでうちは仰いでるスポーツ狩りみたいな女の子とかとかとか,なんかそのなんかもうほんまザ勉強女子みたいなあんた あんたそれ「あんたそれ分からへんのだからここは」ってめっちゃでかい女の子で、うん、それもギリギリのショートカットみたいなギ <laughs> ギリギリのショートトカットみたいな <laughs> 女の子で「あん、ね、らここは」って言った時にここからも, <laughs> もう死ぬほど脇が出てるの。<laughs> <laughs> いい子、味方の女子の悪口言うって悪口じゃない安心できるというか女子感がないやつの方がみんなスポーツ界に見たらいい子なんだよね、2人ともめっちゃいい子なんだよね、そういう子しか喋れなかったですね。 怖かったな、ね、ヤンキーの女子みたいなの多かったし。しでもそれ高校時代はそういうふうになんかその周りの女子から、なんか変なことされるとか,なかった、ね、なんかまあなかったですけど。怖い女子も多かった、ね、やっぱ携帯投げて、マップ立つのおるやつとか。うわそうなやばいね、女子。うん、でもヤンキーみたいな、新学校でしょう。新学校やけど、やっぱいたっちゃいましたね。いるんだ、はい、えその中学の時の、もう大ボスの女子みたいの。はいはい とはどどう違う学校行ったんじゃないとかはーでもまあちょこちょこおって、まあ、全然も喋りもせずみたいなそれって今がナダルが有名になったじゃないはいそういか全く絡みというかそういうのはなし一回だけありましたねでもあのー、なんかあのー、か村の祭りでああキングオブコント優勝してああでその時になんかその 村でで祭りがあってそこの営業を呼ばれたんです凱旋みたいな凱旋みたいんでうわーってみんなすぐ「おめでとう」とかって村から「出た!」みたいな大、うん、喜びしスター、ね、で、うん、抽選会やりますってなんか「じゃんけんで買った人上がってきてください」っつって上がったのが、うん、僕のことをいじめたナンバー2みたいなやつがわー覚えてないんか覚えてるのに隠してるのかもしれんけど「おめでとうな」みたいな感じで僕言ってきてで僕ちょっとで上がってきた瞬間にもう固まってもって「あ,あいつや」あいつやってなって。 ね、なんか、ね「おめでとうな」みたいな感じで言ってきたんですけど僕はちょっともうここでやらな男が廃るじゃないですか、ねうんで、ね「いやーね」とか言って「ありがとうございます同級生で」まあまあ今こんな元気にやってるんですけどもあのまあ昔僕をいじめてたんですけどもね <laughs> かますなー公開処刑と公開処刑 <laughs> どんな空気になるのそれバリシン <laughs> <laughs> やだよなそれ。<laughs> どうこの空気ととかっって,んてずでその子も固まってたやっぱね。いや何言うとんねえとかってやってましたけど、うん、<laughs> で、まあ、それ終わってでもドキドキしててずっと<ー>でその時に、うん、あのおかんが終わったステージ終わってからかか駆け寄ってきて「うん、なんであんなこと言ったのかわいそうに」みたいなやっぱり怒られてなんか「あんな二度といいな」 子供もおるんだよその。あ、そっか、そっか、で、しかも、男ならまだしもさ、お母さんがいじめてたって、ちょっと嫌だよ。そう、そう、そう、そう。そういうのも、ちょっと、まあ、反省はしましたけど。まあ、でも、事実やしな。でも、耐えきれなかった。いあ、でも、ナダルっぽいよね。ナダルっぽい。ナダルっぽいよね。え、でも、な、間違ったことは、俺はしてないと思う。よもう、ちょっと、やったろう思って。はい。

みんな大体特定はされてくるじゃん、やっぱり、ある程度、みんな同級生。まあ、でも、まあ、村に、おまま、まあ、でも、そんなも当たり前、結構もどこでもあったことやし。まあ、そう。うん、まあ、結構村に残ってるやつ、あんまいないですよ。もう働くとこないから。みんなも散ってるんで。そんな話になってた、あんまないから。すごい。逆にさ、中高はちょっと、そういうきっかけがあって、暗くな。 そうだったけど、小学校の時はどうだったの？小学校の時めっちゃ明るかったです。ああ<ー>、うんはい、もうなんかほんまに、もう元気元気ずっと。でと体もでかかったわけでしょ？体ちっちゃかったんですあちち、はい。ちっちゃかったな。ちっちゃかったはい。とにかくでもほんま元気に走り回っていこうというかはい。でも楽しかったというかで自然も大好きで。カブトムシ取りに行ったりとか。うん、なんかやっぱあれぐらい小学校の時が一番楽しかった。<え>釣りとかもしてたのもその時。釣りはしてな、ね、い。魚を網で取って買うと。うわあ。 じゃ釣りは別時代、もっと後なんだ。そうですね。釣り場は中学校。時に餌釣り、鯉<ー>釣りとか。鯉釣りしてね、うん。はい。そっから、ね。で、その楽しくない中学校の時も、釣りだけは唯一楽しかったみたいな。うん、そうですね。釣りだけ。まあ、そうですね。家にいたりとか。うん<ー>。あと犬飼いだしたの、中学校の時に。なる,なるほど、なるほど。それが生きがいでした、ね。<laughs> <laughs> 犬が生きがい。 いや俺でも嬉しいお前さんでお前ちょっとバカにしてんの俺すげえ嬉しいよダービえ？普通に今お笑いで笑ってるだけだからお笑いなのこれお笑いだからのそう別に本気で思ってないからあのちょっと。 これね、まあ、りょうちゃんさん毎回さ、うん、ゲストのエピソードで俺が笑うとこういう構図作りたがるけど <laughs> 違うのあの、あただしゃべりやすくするために笑って,って<ー>バ,カバカにしてないのねバカにしてないんだったらいい、うん、ほんまにそういうの許せないんで僕は、うん、<laughs> ごめんな毎回これやってくんだ <laughs> お前なんでなんだよって <laughs> この間フルポの村上さんが来た時もさ <laughs> なんかそういう話になって笑いながらやってたら「お前真剣に聞きよ!」って言うから「いやいやお笑いの YouTube だからさいや分かるんだけどそれはマジで聞きていやでもさブルポンの村上さんが実はめっちゃ目悪くて牛乳瓶の底みたいな目がしてて視力どんぐらいですかって「0.01」とか言ったら「こんドーム見たいんじゃないですか?」とか言ってじゃこんドームつけてたんですかここに最後別にさお笑いだからてめえ何言ってんだよ俺も目悪いから違う違う違うそうじゃなくてお笑いだから全部。 目悪いかかなとかじゃなくて誰も笑ってなかったよじ,ゃじゃあお前,お前一番うまいルッキズムだなお前がなあ目,目,目悪いって眼鏡かけててそれを笑いにしちゃいけないってどういうことだよお前 <laughs> いいだろそれ別に <laughs> あいやでもまあ、まあ、ちょっとで化かしないとかあるるほどでもいろんなこと例えば受けてはなかったんやとかちょっとショックでした <laughs> え受けてはなかったんやと思って <laughs> 受けてはないコンドームでここにグームつけてたんですかって受けてなかったからいや,いや受けてたろ かった受けてたかどうかはこの3人しか知らないんだいや、村上さんも俺も笑ってなかったもんじゃあもうその時の村上さんの顔見てみろちょっと笑ってたよお前だけで笑ってないよあなるほどはいはいはいだけど明るかったねお笑い見てたのこの時全く見てなかったですお笑い見たらあかん家というか本になるからちょっと真面目な家真面目でしたねめっちゃ東北のちょっと真面目な感じもあったのかなそうです もうそれあのお尻出したりとかはあんまりも不謹慎だみたいな。えでもその教育を叱れてたけど仲は良かったの。<ー>仲は良かったですね。はあ、い。は<ー>仲はいい。うん。なんか虫とかそういう金魚とかも飼ってたんで。あ<ー> <laughs> そういうのに繋がってました、ね。ちょっとこの笑っちゃうわでもやっぱり <laughs> その仲良かった金魚とか飼ってたんでっていうの笑っちゃうわ。そう一緒に取鳥に行ったりはしてたんでオ<ー>トンとか。はい。でもテレビは全くダメ。テレビはもうそうですね。 あんま見てた記憶ないない NHK とかは見,見てました。<ー>はい、じゃあ学生時代にこうナダルのこと面白いって言う人っていないああそうそうなんかそのだからなんか外戦でなんかそういうロケとかで行った時に<ー>なんか地元の子とかあったりするんですけどマジ記憶ないんです僕こんなに目立ってんのね芸能界という大海原でさマジで何の記憶もないだからいや嬉しい嬉しいわ俺も全く一緒だもんあああめっちゃ恥ずかしいんですよだから行く時<ー>なんえ。 なんかめっちゃ真面目で休み時間もずっと勉強してとかそういうめっちゃ勉強してさ近畿大学入るわけじゃんはいはいはいそこでは別にお笑いやるとかもなく普通に真面目に入ったんの真面目に入りましたねしかも一番頭いいとこでしょ農学部でもまあまあ薬学部とかあと医学部とかがあるああ卒業ぐらいかなはいでもその近畿大学の芸人は結構いるけど俺聞いたらナダルが一番頭いいですよああ そうですせいやとかケツとかヒコロヒーとかはちょっと下かもしれないですか偏下って言うと下って言い方もいいねラディっぽいねでもさその当時みんなさ芸人にはなってるけどみんな年もバラバラしないで全く仕事ですか近畿大学の時は知らないしせいやとかは同期ではありますけど年はもう89ぐらい下なんだそうだよね 他同期ぐらいとか同い年ぐらいの近畿大学の芸人っていないんだそうっすねだから近代でそうっすね同期ぐらいはちょっとおらんな多分スポーツ選手でいうといますけど水泳の平川さん寺川さんや寺川さん同い年近代の入学士とか一緒になります めちゃくちゃ綺麗な形で、なんか泳ぐ人。何泳ぐか忘れましたけど。はい、何を泳ぐ人？嫌うっぽいから。失礼だな <laughs>。でも有名でした学生の時から。ああまあそうなんだ。<ー>で何だろさ大学時代どうだったの？大学時代はなんかその高校の時もずっと暗かったので明るく行こうって思って。うんうん なちょっとこう自分のこうそついてちゃうからね嘘そついて<ー>高校の時はもう何一つ楽しくなかったの3年間いやまあまあ友達とかはできたんですけどなんかちょっと乗り切らんというか<ー>って感じでしたね、はい、勉強もせなあかんとかその時もお笑い全く見てない全く見てないすごいな、はい、初めてお笑い見たのもん2005とかちゃうかな 2005? m 1とかそんな見てなくてオールザッツ漫才で面白ってなったオールザッツ見てきれったほとんど見ようやってるけど全く集中して見なかった見たら面白いじゃないですかちゃんと見てないというかじゃもうネタが漫才とかコントがかどういうものかも知らない知らなかったですコントと漫才の違いもわからないそれ、大学時代かっう。そうですね2006か7に卒業したんで 大学い初めて高校とか大学の時のちょっと仲いい子たちも、うん、あれなんか秀く君面白いねみたいなのも一切ない全くないですね、はい、ずっと真剣に勉強してるという。 そそれこそだって大学の同級生のいかちゃんっていうさ今ね大和で働いてる人がもう俺らの BDM って YouTube も一応手伝ってくれて、うん、そうナダルの、ね、話とか昔してくれるんだけど、うん、やっぱその大学時代ナダルを面白いと思って見たことがない <laughs> 本当に。こんな面白い人をそう普通になんか真面目なやつだしなんかいろいろふざけたりするけどいやこんなキャラじゃなかったですよみたいな。 どんなキャラだったのいかちゃんからしたらどうなんやろなどんなキャラって言ってましたんかいじられたりとかはするけど別に面白いとかって言うよりかはんか天然だし変なこと言うやつみたいな感じで面白いと思ったこと一回もないですみたいなだからまあそうっすねだから多分いじられて面白いはあったかもしれないですねでそれで大学の時の友達が芸人やってほしいっていう感じだったねえこのキャラでみたいなそう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 そそう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  だか,らその時だからお笑いも知らないしそう分からへんから自分がおもろいんかと思ったんですけど、うん、いじる人の腕があったぐらいの感じだったと思いますはい、うん、じゃあそのまあ高校の時もどっちかっいうと勉強主体で、うん、で,で、まあ、剣道はやってたのか、ね、剣道は一応習い事というか、うん、村の剣道教室で週1ぐらいの剣道,と <laughs> 剣道と勉強でで <laughs>、はい、近代のまあその優秀な農学部に向かってからが結構、うん まあそうですねだからまあでも青春の始まりというか結構だからまあ結構苦悩の道ではあった気がしますけどそんな楽しく芸人やった記憶あんまないというかあ<ー>、うん、やっぱ売れ売れいつ売れるか分かんないじゃないですか、まあ、もっと楽にいれると思ってたっていう感じでしたしかもちっちゃい時から芸人やろうと思ってないのに、まあ、やり始めたのがやばいよねパパッッ売れてパッと稼いで ずっと笑ってられる仕事なんかと思ってました。ずっとこんなに高かなかと思ってなかった。きっかけは、そお笑い始めるきっかけ。なんか、僕、漬物やり働いてたんですよ。もともと。はい、もともと、その近畿大学の学部水産学科。で、あの、僕。水族館の飼育員になりたくて。ああ。ね、水族館の飼育員になりたいから、ずっと、その、勉強してたんですけど。水族館の飼育員の店員って、あんま少ないですよ、結構。なかなか、なに。狭きもんなん。ほんで、みんないるかとか。 ペンギン好きやから、あんまやめへんというか。うん、で、なんか、全然入れなくて。で、その、水族関係無理やったら、水産学科ってなんか、その、食品系になっていくるんですけど。うん、で、食品系になって。その、食品が、水産系の食品も落ちまくったんですよ。うん、なんか、その。就職氷河期みたいな。感じだったんで。うん、で、プラス、なんか、ちょっと、その。 軽く洋装化しみたいな感じだった。なだろか？緊張して。ああ。だからなんか。言っちゃってた。今のなだろでね。言っちゃってたんだ。そうなんか何やろなんかとにかくちょっと洋装化しみたような。ここげ性みたいなことああそれもあるかもしれないね。あんまうまく人とコミュニケーション取るのが苦手で緊張の場へと。うん。でなんかもう落ちまくってとにかく。うん。で食品の端っこの端っこみたいな流れ流れつけもや。 で働くことになって、うん、で漬物つけて売りに行ってみたいな仕事してたんですけど、うん、何してるかわからへんというかその漬物、うん、なんか大学水産学科で俺漬物作って売ってるやんとやりたい仕事ではなかったもんね意味わからんことしてんなと思ってでなんか漬物屋で働きながらあの消防士の試験を受けてたんですよ。うんうん、めっちゃ勉強ししてて朝走りり込んだりして 筆記受かって体力試験受かって面接受かるんですけど体力試験も受かったました相当大変でしょめっちゃ頑張りましたほんででも小論文で落ちるっていうのが2年続いたんです小論文で落ちる消防士を小論文の書き方とかちゃんとやってなかったんで作文書いたいんかなと思って薄かったとにかくとにかく火を消したいみたいすごいめっちゃ怖いみたいとにかく火を消したい怖かった火消いみたい なんか気ぃ付いたらなんかその消防士も年齢制限あるんで,<ー>でなんか26かそれぐらいの時にもう受けれへんってなって、うん、ででその時大学の友達みんな集まって風呂を行っててみたいな「でなんかまあ消防士受けれんくなって思った」っつって「うん、どうしようかな」みたいなという時に一人が一回ちょっと芸人やってみてほしいけどなってやつがおってみたいな「あ芸人確か面白いと思うな」と思って<ー>で始まったじゃい 大学のの友達インまそうっすねそれ言われなかったら全くやろうと思ってないと思いうん、で面白いなと思ってましたでも興味はあったんだ、うん、まあまあそうっすね、うん、こんな面白い仕事あんねやと思ってうん、大学のときに衝撃やったというか「オールザッツ」の2005年の、うん、だ誰を見て面白いなと思キリンさんとジャルジャルさんとトロサーモンさん それ見ていい仕事だなと思ったおもろすぎって思ってこんな普通におもろい人おんねやと思ってはあそっかでもそれで一本ちゃんと踏み切れたというかさ「もう漬物やめます」ってしっかり言えたんだそうですねまだまだつきましたけど芸人になるっていうの恥ずかしかったんでだから消防士になりますっつってで 課長だけめっちゃ仲良かったね課長にだけ言ったんです芸人やろうと思っててって言ったら「やめとけってそんな甘い世界ちゃうって」みたいな「お前ほんでそんな思んないぞ」とまあ一般の人は言うよねでもおとんぐらい離れてたんでめっちゃ心配してくれたというかでもその課長もんか単独ライブとか来てくれたりうわ嬉しいねじゃここまでなると思ってないよね課長もねじゃ NHK だろ27の年とか 二十六かそれが二千十年ぐらい二千十一かな1十か10年これが9年とかこれが2010年すごいなでも本当むほぼ知識ゼロみたいなことでしょう。みんな知識あるじゃん笑い好きだから意味分からんかったホンだからネタの作り方が全く分からへんかったんでとにかくやっぱもうズバ抜けて思わなかったと思うたぶん大阪ってのはどういうふうに知ってどうやって なんかお笑いってなったら吉本かなっていうのでネットで調べてで入ったってそっから秀さん時代はさん大仕切り大仕切り時代中田秀俊以来の秀さんねでまあ言うたら芸人始めてなんかそういうネタおもろいプラスやっぱ芸人ってやっぱ MC じゃないですか芸人というか MC かっこいいってなってで。 クリーームシチュの上田さんめっちゃいいなと思ってそういう感じに憧れてとにかく仕切ってました年下ばっかりなんで俺のフィールドというか年上だしね言うたら自分の同い年の友達と遊ぶより僕友達の弟とかと遊ぶ方が得意やったんです俗に言うた近所にたまに田舎にいるよね年下としか遊ばないお兄ちゃんね近所の同級生から無視されてるねあのお兄さんねいるよねそ 若い高校生集めて7個8個ぐらい下の子ろ集めて「家読んで」みたいな「スマブラするか」とか言って「スマブラさしてんコントローラー交代交代にせよ」みたいな「<laughs> 本当にお兄さんだ」やってましたねそこでメンバーに西野もいたの西野もいましたあ、ね、ほんでなんか僕その時株とかもやってたんで、うん、1>, 1年に1回りんごジュースめっちゃ届くんですよその株の恩恵で,<ー>でそのりんごジュースあげたりして「<laughs> このりんごジュースうま」とか言って、はい「1人2本までやったら飲んでいいで」とか。<laughs> <laughs> めっちゃおおももろろいな <laughs> ヒデさんおもろすぎるそ,それは尊敬されるわ <laughs> でもやっぱりあのそのヒデさんがやっぱりさ、はい、そのメッキがは,れるはげる時もくるわけでしょはいそうそう、うん、そのずっと仕切ってたけどなんかそのネタとか始まった時にずっと仕切って初めてネタ店になった時に、うん、みんなちょこちょこ受けたりするんですよ、うん、なんか僕だけ死ぬほど受けてなくて、うん、なんかちょっと「えっ?」てヒデさんおもんなと思って。<laughs> <laughs> あんなにみんなの世話してくれたヒデさんおもんないなみたいな一応ホームなわけだもんねもうヒデさんは好かれてはいるから、うん、そうですねでもえヒデさんおもんないなでそっからなんかちょっと言うこと聞きんくなるやつとか出てきたり <laughs> で俺も結構ほんでネタも分からへんのになんかそのダメ出しとかも結構したかったんですよねあ,<ー>あそここうした方がおもろいんちゃうみたいな、うん、最初はんか <laughs> ああなるほどなとかあったんですけど いやそれやったらこう意味分からへんからこうなるからとかってその返しがもう僕も意味分からへんから <laughs> ああそういう考えね」とか言って「<laughs> 分かったふりする」とか <laughs> してましたねうも全然ネタ見せない受けずに受けず、うん、でもそっから他のコンビとかも組んだりはしてたんだねそうですね、うん、西野と組む前に2組ぐらいうん、うん、あ三3組ぐらい組んだからうん、うん、も,うもう残ってないその子たちは、えー、そうあ一1人残ってるけど、まあ、売れてはない、うん、まだやってるけどっていう。 でもなんか誰やっぱ滑ってはいたけどキャラは面白いなってみんなに思われてたのかな。あーでもそどうですねだからまあまあ西野、まあ、おもろいとも思ってなかったんちゃうかな。 西野とかも<ー>多分言うこと聞いてくれるぐらいの感覚ちゃいます<ー>、はい、え今のナダルのみんなが好きなキャラではなかったのそれが僕も尖りあったんで軽く尖りもあったの軽く尖りあって仕切りたいっていうのもやっぱあったんでとに<ー>、うん、かくその <laughs> 仲良くやろうぜとか言いながらもそれ言って仕切りたいみたいなのがあったりしたんでそんな もうんか負け芸とかもやってなかったこんないじられるとかも相当してないいじられて返すはやってたけどそんなあんま負け芸に走ってなかった気がするそっかそこでも西野と出会ってそうですね西野と出会って急に受けるようになりましたちゃんとシステム化されただから西野もだいぶ止められてましたもんんでなみたいなんでさんとヒデさんと組むみたいな 西野はずっと A クラスやったんでうん、うん、なんでそんなことなんのみたいなだ西野と組みたい B クラスやんとか思って「俺じゃなくてあいつ行くのみたいな?」とか言われて、うん、みたいなジョー,ージョーカーだねジョーカーすぎるいやめっちゃ嫌がられてたんちゃんうか、ん、な<の>でも西野は見えてたってことなのかな見えてないと思います ヒデさんが言うこと聞いてくれるっていう優しか優,優しいのは優,優,優しかったと思んすリンゴジュースくれるしっか面白いと思ったねど,どうなんやろうな,なんか全部俺に任せてくれたらいいからって感じああ<ー> <laughs> 割と西野は恩人というかええもうそうそうほんでなんその俺がなんとかするから、うんうん、俺の言ったことやってたらいいからって感じだから俺がおもろい僕のことおもろいっていうよりはなんか 僕、俺が何とかするから、あの、ついてこいって感じでしたね。じゃ、あ本当だから、ナダルといういい素材を見つけたみたいな感じなんだろうね。うん、なんか、そう、じゃ、でも、そ、なんか。普通にもっと結果出してるやつおったんですけど、言うこと聞かなそうとかっていう感覚で。博士とアトムの、みたいな感じがしますね。で、芸名のナダルも、西野が。そう、そう、そう。それ、な、なんでナダルになったの。なんか、その時、一瞬、ザジーがめっちゃ流行ってる時期あったんですよ。あ、ザジーが。で、なんか、芸名つけた方がいいんじゃんみたいな、カッチリしてるからみたいな。ナダルってどうって言われて。 でなんかそれがナダルってなんなんみたいな知らんくて僕テニスプレイヤーにおんねんけど響きおもろないって言われて、うん、いや俺はようわからへんな,みたいなその時もやっぱプライドあったんで、うん、俺はポテトとかのほうがいいかなとか <laughs> なんかちょっと変えたいじゃないですか面白くねえな <laughs> ポ,テ <laughs> ポテトは面白くねえな <laughs> 面白くねえな <laughs> <で>ポテトはナダルでよかったよポテトはやばい一応なんかその突っかかるそぶりを見せてたというか、えー、だからその全部が全部西野が全部恩人なんですけど僕もちょっとやっぱ 個年上なんで負けてられへんなみたいな指導家が取られたけだダイアンあるぞみたいな感じでダイアンポテトでそのコロコロチキチキペッパーズでどうって言われた時も俺はどうやろうなと思うなっつってなんだかダイアン出したのみたらしっていう面白くねえなあだから千鳥とか笑い飯とかああいう和風の名前がよかったんですよああ漢字入ってるじゃんみたらしは漢字前和風っていうあえひらがなで ののののポポポ、はい、<laughs> ポテテテテトトトトさんだったのコロコロチキチキペッパーズってのは西野が考えたんだっちゃそうです。 長くて略せる名前というかああ、関係レッチリは関係ないのあそれも好きやったレッドとチキンパーズグレートチキンパワーズは関係ないよねでんかいろいろもうごちゃごちゃしてたた多分知らないからねんかどういう方か知らないですけど芸人っすか言われたことはないグレーートチパズ オアバトルでまさかのゼロキロバトルでしたたいグレチキって言われてたからコロチキってそこから取ったのかなのみたいな思ってんか似てるって言われたことありますそこは多分ちゃうんちゃうかなでなんかドクターハイネリッヒさんとかも活躍されてたんで,<ー>でドクターとかもつけたいミスターとかもつけたいなみたいな感じで言ってたんですけどもうややこしいから荒、うん、れちゃうみたいなだからコロコロチキチキペッパーズなってでその前も西野はチョコマカっていう。 チョコレートマカロンでコンビやったり<ー>そういうなんか略されたい欲がめっちゃあるからなるほどね。なるほどじゃあまあでもそこから一番あれなのはさそこから一番手応えのあった仕事というかこれできましたっていう。いやまあまあそれでのキングオブコントまあまあ優勝ですね<ー>。そっか、2011年にまあデビューして。 4年後ぐらいだよ、ね、それまでもオールでそれで言うと爆勝負が取ってるのでいうとやっぱ冷静に考えるとやっぱそのいじられ NSC 入って特に思ったのがやっぱ自分でネタって作られへんねやって気づいたというかうんなんかいろいろ考えていくとああ自分で笑かしてないなというか周りにいじられて笑い取ってんやないなってちょっと気づき出したというかでなんかまあそれを西野が多分おもろがって。 で周りの先輩とかもそれ気づき出して2年目ぐらいで「なんかナイナイさんの日」っていうのがイベントがあったんですよ、うん、9月9日 NG 件で,でそこでなんかもう2年目ぐらいにはそういうコーナーができてましたねナダル裁判みたいな。ナダル,、えー、ナダルをだから<う>あの今の『アメトーク』でやってるナダルアンビリバボそうそうアンビリバボたなのがありましたね。はいえでも 最初に西野以外でさ、<ー>ナダルをいじり始めた人って誰なの森山さんとかあ森山さんとかもそうやし森山さんダブルアートしんべヱさん<ー>タグさんいやまあめっちゃいましたねそれこそそういう先輩楽屋とかでも結構いじられてああもうそうですねだ隠れてましたもん楽屋もう嫌すぎて <laughs> え嫌で <laughs> あいやいやだったね、やっぱいじられるん、ね、なんか でもそれもいいんだろうな「そのいじってください」っていうやつよりさちょっと嫌がってるやつの方がいいじゃん非常階段とかで隠れてたら見つかって引っ張るでそっちまで連れてかれたどんだけいじりたいんですそうですねねそそありましたれがきっかけででもまあまあほんでアウトデラックスもなんか矢部さんが呼びたいみたいな感じで当時のマネージャーがポンコツでアンケートとか書いたんですけどそのアンケート出さへんとかめっちゃやってたんですよ。 でなんかまあ、そのおかげじゃないですけどアメトークとか決まったりだからまあ逆に良かったというか結構でもなん,かなんやかんやで,そうです、ね、売れる前に結構仕事はさせてもらってましたねなんか沖縄映画祭呼んでもらったりとか、ね、<ー>でそこで黒沢さんが気になる人っていうのでなんか今夜比べてみましたんかちょこちょこ出る番組で跳ねてましたねアメトークの。 パクリワンとかあと山ワンとかんかそうキングオブコ取る前にんかちょこちょこ売れる決め手がキングオブコントみたいな感じですかそうですね完全にそうですでもそっからやっぱ仕事めっちゃ減りましたね武器なかったんであそうそうかトレンディーさんも優勝してそうそうそうトレンディーさんがバーってなってトレンディーさんカズレーザーさんがバーてな僕らができることなくなってってめっちゃ減りましたねアメトークとかでも あったんですけどふわっとというか2016が多分一番最初のアンメトークやったんですけど、うん、キングオブコント優勝した翌年でパンパンとナダルアンビリバーも2回あってあったんですけどやっぱそのいじられて返すっていう能力はまあ高い方ではあったと思うんですけど、うん、そのみんながいる中でパって自分からマインジでっていう能力はなくて、うん、だからめっちゃ減りました仕事何年ぐらいが減ったのそれ2017とか結構やばかったと思いますあそうはいで収入も 年しんどかったいやまあまあその食えるのは食えるけど<ー>そうですねチャンピオンになった割にはみたいな、うん、だから3桁切ったた時とかありましたねチャンピオンっていうのはずっとその3桁超えるようになるもんねその吉本でも、はい、劇場もあるしね<ー>そうそうそう3桁も切ってるみたいなこれどんどん下がってんだぐらいの時ありましたね、はい、ちょっとじゃあナダル的にも2017年とかコロナちょっと前不安だったんだ そうですね結構どうなっていくんやろこっからっていう感じ自分でも平場のやり方がどうしたいか分からへんって感じだし、うん、西野もずっと酒飲んでるしかももうね <laughs> 若手のがそれで賞ーレース優勝して売れるっていうのも経験しちゃってるわけだもんね,そうですねほんでなんかネタとかも一応なんか無限大でやってはいるけど適当にやってる感というか別に力入れてないというか。 なんかやばい時期でしたその時。はい、そっからでもさまたこう浮上するわけじゃないですか。<え> CM 大王とあ水曜日のダウンタウン「ゴッドターン」でまあ『アメトーまク』うん、まあでも「ゴッドターン」が一番最初に作ってくれたかもしれませんそれでいうと「ゴッドターンのなんかき」のマジ嫌いみたいなんで、うん、なんか結構ケンカじゃないですけど女の子とケンカとかだったらちょっとおもろい感じやってうん、うん、でほんで。 なんかそれでなんかその後水曜日のダウンタウンとかでもなんか結構仕掛けられてなんか態度悪いとかがなんかおもろい、うん、あこれおもろいって何年やったら武器なのかなってことでそっちにちょっとシフト変えたというかでそこからなんかちょっとやりやすくなったこっち縛り一個できることに自分のキャラというかねそうそうそう,そう,うだからそこが結構天気やったかもしれませんそこでほっとったらちょっと跳ねたというかそれまあ巧妙が見えてというかうでなんか水曜日のダウンタウンとかバター始まってめっちゃかけられてる時期あったんで。 で、そうですね。ああ、そこでまた本当に CM くださいみたいになったら本当に来るようになったところですごそうですう。CM くださいって言ってましたね。ああ今も言ってるけど、はいね、で本当に来るようになったっ。すごいよ、ねはい。はい、マジで CM だけが今一番楽しみというか。<laughs> あと案件ね。案件。案件の時も聞き上げるよね。まあ CM と案件さえあれば別に仕事ある程度休めても大丈夫じゃないですかまあ金額わかんないしねもうそうそうだってそれさえやったらもうほんまこの仕事やっぱ休みやったら不安になるじゃないですかまあねそれが意味わからへんからちゃんと休みたいというか普通休みあったらね子供と遊べるとか思うもんねあるけど今仕事してない大丈夫かとか思ってもらって自営業の人みんなそううんねねえこれ不安永遠に不安なんですよ、意味わからへんというか永遠に不安その話をしてたの永遠に不安はこれ 永遠に不安ってやばくない,やばいである程度上がったらさまた落ちるのも不安あるしさそうそうあれこの間までパンパンだったのにちょっと休み増えてきたなとかでも不安になるし全然ありますねあるよね、はい、これ受け沈めやっぱあるもんでもキングオブコント優勝の時ってさ、はい、よっしゃーこれ人生のピークだとはあんま思わなかったのいやキングオブコント優勝してよし一致上がりと思いましたあ,<ー>あ<ー>だよねだって一致上がりよしこれでもうずっと食っていけると思ったらやっぱ落ちてきたんでそうでもないっていね、はい 1> m 1とかもだからそれの意味もありましたね、うん、やっぱちょっとが<ー>頑張らないやばいんちゃうかってかそれで m 1も毎年頑張ってるんだ<う>ネータもやってはいだからそれ一回さあの多分2019かわかんないけど、うん、まあ釣り一緒によく行って,、うん、行ってるからさその時に、ね、2人釣ってる時になんか不安に感じることないのって言ったら「うん、いやでも正直めちゃくちゃみんな面白いじゃないですか」みたいな「だから俺勝てないと思ったんですよね」みたいな結構真面目な話になってでその時に 俺やっぱクズキャラというかそれしか俺ないと思ってそれに俺とも魂売ろうと思ってるんですよみたいな感じで真剣になんか俺クズキャラでこれからやってきますっていう話でも子供ができたぐらいかもしれないういうねでもう覚悟はもう決めましたねだからもう何言われようは関係ないというかもう振り切っていくというかそれはもうやっぱ中途半端にやってたらもう絶対無理なんでもうそこはもうやると決めましたね。 そこはやっぱ、うなんか、本当に夜中の高滝子で思ってた。え、それって、あれ、酒井さんもいらっしゃいました、ね。いや、あの時はいない。時、その後、どうしやるにハマったんじゃなかった。あれはそのあ、違う、もう、また、後ね。お昼ね、y ユーチューブとてらした。うん いバーッて穴が開いて、ここまで入ってね。<laughs> あれさ、マジでさ、ここに引っかかってなかったら終わりだゃっめっちゃブラブラしてましたもん。えー、死んでたからさ、といやいや本当に地球の本当に中心ぐらいまで落ちてなか, <laughs> かった。あら、危なかったやろ、マジで。あ長野っすよ、ほんで。長野か。あれ、長野かな。どういうことその湖の近くにそんな落とし穴があったの。じゃ普通の瓦。瓦瓦 川原でそしたがいっぱい生えててでもあれナダルで良かったよな他の小学生とかだったらスポってもう最後まで行っちゃうもあのもう深いとこまでねスポンって何の穴がおかない沼いや沼じゃなんです普通の川あってそこの軽い土手というかおっきな川じゃないんだけど普通の人も歩けるところでいきなり歩いてたらスポンってナダルがいなくなって「ナダル」っつったらこうなってて。 見たことない俺その画像はダウンタウン・デラックスで話したんだけどあの時多分俺だけだったんで言ったのそうかあれめっちゃおもろいからこうやって場所探していくみたいなうわうわ危ないでしょめっちゃ危ないよこれしかも落ち方めっちゃ危ないよめっちゃ危ないよこれえしかも分かんなくないこれめっちゃ分かんない普通にドッキリっていうかほんとの落とし穴のドッキリぐらいの感じだもんだ やばねえみたいな。これ下はどうなってんの？ブランブラン。ランラン危ないえ。もっと下に。<ー>でここのここの辺に手前でる。これ岩でこうや、ね、って。え奈落奈落みたいになやつだってたとこ。<laughs> 奈落<く>。やばこれ。 これをなんで笑い話できんのこれ事件じゃん、これ。いやいや、デちゃん、ちょっと真面目すぎるって。いや、確かにその時は危なかったんだけど、長のなんてありがとうございます。いっとくよ、ありがとうございます。やいやいや、ほんまに。わかるけど、これ、笑い話じゃダメなんですよ。いやいや、だけど、これ、そういう仕事じゃん、芸人って。不幸があったことを笑いそういう仕事じゃないよ。さすがにこれはちょっときついです、これ、笑い話です。あ暴力だこれ、しばかれるとダメですか。暴力だ だんだやってることをコ,コンプラ守りすぎだって <laughs> 一番守ってない二人じゃんもう頼むよ破 <laughs> っていかない言うて俺ナダルが不幸になってほしくないんだよ <laughs> いやいやみんなそうだって誰しもが思ってるけどこれこれ一番俺ナダルのマイ,マ,マイナスプロモーションしちゃってるから、ね、<laughs> 好きだから <laughs> そうだよこんなに好きになった大阪芸人いないからね <laughs>、うん 僕も酒井さんがほんま幸せになってくれ、ほんまそれで一番いいです。ほんまに。いや、ありがとう。まじ、だから、結婚の時とかも、やっぱ、ほんまに、まじ嬉しかったもんな。ほんま。いやいや、嬉しかったのよ。やっぱ。幸せになってほしい。幸ってずっと話聞いてたから。俺らって、大阪芸人、やっぱ、ちょっと心の中で苦手なんだけど、そのころつきが。なんか、潤滑油というか、東京と大阪の、なんか、名古屋になってくれたんだよね。その、いやすけ。ころつきが。が名古屋になってくる。名古屋になってくる。千鳥さん、に言ってたよ、お前。 ね東京、うん、東京まで来て活躍できなかかた、うん、お前ら名古屋行けって言ってたじゃんいそれ悪口として使ってた人 <laughs> <laughs> の。黒チキはさなんかあんま大阪芸人だけでつるむっていうよりもなんかね釣りとかも全然金ちゃんとかいやいやだってそれやるまで、まあ、仲良くなれなかったでしょ、まあ、あんまりま、ねうん、僕鬼越さんもだからずっと優しいからもうめっちゃ好きやしでおもろいし平場もでなんかずっと楽屋とかで僕らおったら「黒チキいるじゃん」 もう今だってもさ関西芸人ってさ大阪芸人ってさなかなかちょっとね尖ってる感じもするじゃんでも優しかったからいいけど今すごいね楽屋行ったら<え>もう7割ぐらい大阪芸人だから<ー>逆に東京芸人が肩身狭いというかさもう怖くて怖くて本当にタバコ吸い <laughs> まくってな,なんかで東京,東京で東京で買ったタバコ吸いやがってだ 東京で東京芸人 VS 関西芸人でやろうとしてんの俺らバチバチ行こうやつ。誰も東京芸人がついてこないんだからもうこの地球は東京芸人として出てもらいたいね大阪してました山形だしねもともとはさあということでいろいろと話も脱線しましたけどもそうルんですねなだっと反省ということでまたちょっとコラボなんだよね なんで、ちょっとアプローの方でも YouTube にも出させてもらうので、ぜひそちらもご覧ください。お願いします。ということで、ナダル、ありがとう。ありがとうございました。このチャンネル見てるやつは全員クズだお前らはもうクズが確定してるチャンネル登録もしたからだみんな、俺らの収益のために寝落ちしながら垂れ流すように。というわけで、次の動画はこちら。